近代の司法制度を確立するなど、日本の礎を築いた江藤新平の没後150年を記念した特別展が今日から佐賀市で始まりました。特別展初日の今日、佐賀市の佐賀城本丸歴史館でオープニングセレモニーがありました。殿様も百姓も金持ちも貧乏人も男も女もみんな一緒、法の下の平等こそが老いの目指すところです。旧佐賀藩出身の江藤新平は明治政府で近代的な裁判制度を導入するなど、司法制度の確立に大きな功績を挙げました。没後150年に合わせて開かれた展覧会には、功績を広く知ってもらおうと当時の貴重な資料や紹介映像が展示されています。こちらは県内初公開、明治7年に江藤が最後に書き残したとされる書です。現在の日本にもつながる功績でもありますので、改めて実感いただけるのではないかなと思います。没後150年特別展、江藤新平は5月12日まで開かれています。